こんばんは。これがエディロール USB オーディオキャプチャーです。これで私は録音するときにマイクとヘッドホンを挿して、後ろから音声をパソコンに入れて、パソコンノイズを入れないクリアな録音をするようにしております。で、この上に4つあるつまみの一番右でリバーブをかけております。手前3つは入力するときのつまみですね。これでいろいろやっております。で、向こう側にある白と赤のこの線で出力ですね、左と右の音が入るようになっているんですよ。で、それで向こう側にパソコンで入力しております。白い線ですね。で、奥のグレーの USB 接続はこのオーディオキャプチャーへの電源の入力になっておりますね。パソコンから電気が入るようになっております。この次はマイクが出てきますよ。はい、これですね。シュアーの PG58。ボーカル用マイクを買いました。で、手前にあるのが USB オーディオキャプチャーですね。これをね、喋ると、なんか赤とか緑とかの線がピカ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 するんですよ。レベルがこれで見えますね。リバーブとかディレイとか見えますね、あのつまみ。あれでいろいろと遊べます。この次に出るのがオーダーシティの画面になりますね。パソコンのオーダーシティのソフトを映しております。パソコン画面ですね。で、これは北の旅人を歌っています。で、上がカラオケの波形になっておりますね。で、下が私の声の歌声の女性パートだけを歌っている波形になります。この波形にギザギザが見えたりしたらノイズをカットしたりとかもしますね。で、これをミックスダウンして MP3 にして動画に入れます。ということで、今日はこれでおしまいです。